との関係もあるんじゃないかっていう心配が少しずつ出てきて、で80年代にはチェルノブイリがあって、その脱原発の動きが強くなってきて、で2001年にはドイツは脱原発ということを決めたんですけれども、脱原発を決めて、2001年に決めて、その後の3、4、5年の後に2つの原発を止めて、それで福島になりました。で、福島になるちょっと前に、ドイツの今の政府が、あと10年間ぐらい延長した方がいいじゃないかっていう話が一応あったんですけれども、やっぱり福島になって脱原発という話に戻って、ドイツは2022年までに残ってる、今17基まだある、17基が福島の時にあって、今は9つが残って、その残りの9つは2022年まで止めるという話になっているんですが、ドイツが脱原発してるだけではなくて、脱石炭、脱オイル、自然エネルギーへの転換をやっている。で、ドイツがその転換をしている理由はいくつかあるんですけれども、その一つはその地球温暖化問題が大きいなんだから、やっぱり地球温暖化を考えると転換が必要である。で、地球温暖化の隣にやっぱりそのエネルギーの輸入の問題があって、ドイツは日本とちょっと似てて、油が足りない、ドイツではほとんどないんだから全部輸入してる、だからコストが上がってきてる。輸入するよりも自分でエネルギーを作って、自然エネルギー作れば長い目から考えるとそのコストが少なくなる。で、3つ目のことを考えると、やっぱりその脱原発の話なんですけれども、原子力を考えると不安性のところいろいろとあって、やっぱり日本みたいに大きな事故になった時は、ドイツでそういう事故があったら、人口のとても密度高いところなんですから非常に危ないではないか。だからドイツはもうやっぱりエネルギー転換ということを決めた。で、世界中が今ドイツ見てる。もう日本から中国からもうブラジルからいろんな人が今ドイツに来てるんですが、ドイツに来てるのはやっぱりそのどうして来てるかというと、やっぱりドイツがこれは成功できるか、このエネルギー転換は本当にできるかという、みんな不思議で見てると思うんですけれども、私がこのプロセスを結構長くフォローしてるんですが、このトレンドが非常に早いんですよ。2001年には6か7%のその電気が自然エネルギーから来てたんですけれども、10年後にはもう20%以上、2011年の12月の平均数字が20%ぐらいでした。で、2012年の6月末には25%という平均になってたんですが、私が思うのは、今年の平均はもう少し減っていくと思うんですが、23か24%にはなると思うんですが、それは2001年の6%に比べると結構速いスピードで、10年間のうちに6%から24、5%くらいまで伸びる。それはすごい。で、それは福島の前からスタートした動きなんですが、福島になった後のペースが特に強い。で、それはやっぱり福島があって、ドイツ人はもっと早く脱原発したいということを決めて、その脱原発一回決めたら、もう会社ももう原子力に投資する必要ない、違うところに投資しましょうということになっているので、今はドイツでは特に太陽光電気に投資が回っているんですが、風力とか、今度は今までの風力はほとんど土の上にあったんですが、今からは
海には作れるんですが、その都市が上がってきたり、この1年間ではその福島の後、8の元炉を止めて、その止めた8の元炉ぐらいの太陽光カパシティを作りました。同じ 8ギガワット作ったんですが、8基、ありがとうございます。で、これを見るとやっぱりドイツ人は脱原発を成功したいというところがある。成功したいながらどうやって本当の転換をするかという、いろんな問題はまだありますね。で、今からはその、脱原発の問題をどうやって乗り越えるかという議論になっているんですが、その一つは今までの、自然エネルギーが増やってきたのは、その後ろには工程改革、公取制度はあったんですが、今でもありますが、そのフィードインタリフというんですが、このフィードインタリフというのはその自然エネルギーを一応サポートしている制度で、その太陽光あるいは風力には決まった値段でその作って、その電装に入れることができる。それは自然エネルギーのスタートの時には非常に大切である。今のところはそういう制度、そういう法律がないとなかなか自然エネルギーが増やせない。しかし今みたいにドイツがもう 25% ぐらいの自然エネルギーがある時は、そのフィードインタリフがこのままで続くともう支払くなる心配がある、高くなりすぎる。だからドイツの今の議論はそのフィードインタリフをどういうふうに改革するか、どういうふうにそのアメンドするか、やめるっていうよりも今のサポートを少しずつ少なくして、その自然エネルギーが自分で市場に入るようにという議論になっています。で、もう一つ今見えているのは、そのどこまで自然エネルギーを中心で作るか、ディセントリゼーションで作るか、自分の家でやるか、それともオフショーで大きな風力パーク作るか、そういう議論も今ありますが、その議論は非常に大切な議論。どうしてかというと、どれぐらいの電装、高圧電装、ごめんなさい、電線ですね、高圧電線が必要なのか、それとどれぐらいのオフショーウィンドとかが必要であるのか、自分の屋根の上に作る、ことにすると、もしかしたらその必要な電線少なくなってくる。しかし代わりにあちこちと自分の家で電線、太陽光パネルを作ったり風力入れたり、バイオマス作ると作りすぎるという心配もある。だからそのバランスが非常に大切。今ドイツが考えているのは、その地域を見てどこで何を作ればいいのか、風のあるところ、いいところに風力たくさん作って、その風力のあんまり効率性の高くないところにはあんまり作れないとか、どちらの方がいいか。しかしその議論がありながら、下のメーカーの動きが動いているペースが速いんですね。ドイツはその地域の 25% ぐらいがもう 100% 自然エネルギー町を目指している地域がある。それを見るとその連邦政府が動いているペースよりもその草の根のペースが速い。それもやっぱりどうやって調整すればいいかという問題は一応ドイツにはあるんですが、見えるのがその下のね、その願いがあんまり強くて、これはもうやめられないような動きである。で、ドイツ人がどうしてこんなにその自然エネルギーに力を入れているかというと、
やっぱりチャンスがあると思っているところもある。自然エネルギーで転換すると、ドイツのその新しいいろんな技術を作ったり、ノウハウを作ったり、それを成功すれば、新しい輸出の企業にもなれる。ドイツが将来はやっぱり自然エネルギーの世界にはなっていくと思ってるんで、輸出チャンスも多いと思ってる。でその技術を考えると、それが太陽光パネルとか風力だけではなくて、それは例えば家の中のアプライアンスがどうやってグリッドに関係してもっとうまく効率的に使えるかっていうスマートグリッド制度もあるんです、ですが、例えばその冷蔵庫がいつ動いているか、今はもう一日中動いているんですが、違う冷蔵庫を作ったらもしかしたらその太陽光の多い時にオンにして、その太陽光が少ない時にはオフにする。バッテリーから動く。そういうようなスマートシステムが作られたら、もっと効率的にエネルギー使えると思われているから。で、こういういろんなことを考えると、もしかしたら将来のエネルギー制度は私たちがもうあまり想像できないような社会にはなっていくんですが、ドイツは日本と違って、その制度全体変えようとしているところです。だから電気制度を考えながら、変えながら、その運輸制度も変えて、その暖房の制度も変えるなんですが、全部一応電気に持っていって、将来はもしかしたら電気なエネルギー世界になって、そのエネルギー世界のまあ、大体全部が自然エネルギー、今はドイツは 60% くらいと狙いしているんですが、60% くらいのエネルギーが自然エネルギーから来れば、で、その下の例のその、元気さを見ると、ドイツ人はこれはやっぱりその今までのエネルギーよりはいろんなドイツに対してのチャンスを上げる。前の制度でいくと、原子力で続くと、いろんなコストファクターがある。原子力はその原発のコストだけではなくて、その勝利のコストも入ってくる。で今の脱原発を決めて、その勝利の問題はまだ続いているんですが、どこに持っていけばいいか、どうやってそのパブリックアクセプタンスをもらえるのか、そういう議論もある。でドイツはやっぱり脱原発を決めて、コストは少し高くなってくるかもしれませんけれども、自然エネルギーのコストが高くなってくるかもしれませんけれども、原子力で続いた方もコストがいろいろとある。でもちろん事故になった場合はもっとそのコストがあるんだから、ドイツの場合は不安がないということは言えない。脱原発決めて、その石炭脱ということも決めて、コストが上がってきているところもあるんですが、やめるということはない。これはもうドイツの将来のプロジェクト、ドイツのアポロのプロジェクト、ドイツが成功すれば他の国もフォローすると思って、どこかその世界 その地球温暖化 のいろんなそのセッションに本当のコントリビューションをしたいなら、自分の家をまず片付けて、他の国にそういう違う例があるということを見せて、一応その制度を変えようとする。パワーポイントが見せなくてすみませんでしたが、よろしくお願いします。